今回の件でそのハマスを支持するような勢力も世界的にいろんなところにいるみたいな話が出てますよね。アメリカとかイスラエルに制裁を持ってる人、ね、そうですね。あの日本の報道でもイスラエルは戦争をやめましょうみたいないう報道があったりするのがちょっと私もびっくりしたのがあって、戦争をやめるっていうかあの人質を奪還しなければいけないので、先に攻撃を考えたのはこっちだし、イスラエルから戦争を始めるってことはないので、何かされたらそれを阻止する、何かされたらそれを取り返す、何かされたらっていう感じですけど、確かにちょっと日本のね、もともとその左翼の過激派の人たちとかがテルアビブで事件を起こしたりとか昔してたじゃないですか。そうですね、はい、うん、日本赤軍がね、あのテレビ空港事件とか起こしたりとかしていて、はい、こう一部のその日本の左翼勢力ってそういう人たち、全教頭とかの流れの人たちが多かったりとか、その残党の人たちが割とテレビ局にいるんですよ、まだ。はあ、それはだからその一部のマッチでそのイスラエルは戦争をやめろとかっていうふうに言ってる人がいるのは、おそらくその流れの組む人たちだ。ありがとうございます。私ずっとそこがなんでなんだろうっていうのが疑問で、パレスチナがかわいそうだからっていうのが主な理由だと思ったんですね。はい、はい、それはそうなんですよ。だからパレスチナ解放戦線 PLO とかそういったところとかとすごい連携を取ってたわけです、その日本赤軍の人たちとか。でその日本赤軍をやって、あの人たちはその中でも一番の過激派だったんですけど、日本も1960年代70年代ってテロ事件って結構起こっていて、日本の中 で、ね、まあ本当中東のテロ事件みたいな感じだったんですよ、日本も。でそのまあそこまで過激派じゃなかったんだけれども、割とこう左寄りの考え方を持ってる人たちが結構いて、その人たちがまあ就職先がなくてマスコミに行ってたみたいな時代だったんですよ、あの時代は。マスコミが就職先がなくて行けるとこだったんですか。昔はテレビってまだ新興メディアだったんで。あー、なるほど。そう、あの大企業ってか、いわゆるその重工長大のなんかその製造業とかそういったところは行けないんだけれども、マスコミだったら制作会社に潜り込めるみたいな、そんな感じだったんですよね、あの時代は。はあ、なるほど。そうだから、だからそういう感じなんですよ。もう日本赤軍知らない人多そうとかコメントありますけど、本当にそういうところはあると思います。あの人たちもあの人たちで国を変えようっていうすごい強い意志があったのは分かるんですけど、今の日本人からしたら考えられない、国を自分たちの力で変えようと思うことが。まあ、でもそれが、まあ、そうです。武力で変えようとしてたんですよ、彼らは。そうですね、まあ、方向性が間違ってたっていうのはありますけど、そうですね、時代だったのかな。やっぱりね、現状にその不満を持ってる人たちは、戦争をしてガラガラポンをした方がいいって思ってる人たちも一部やっぱりいるんですよね、今だに。まあでも本当に今回こんなことになったこともイスラエルもないので、本当に悲惨なんですね。で結構日本のテレビでももう出てると思うんですけど、バイクで連れ去られた女の子とか、あの子はお母さんが中国人なんですね。でやっぱり初めて見た時になんか知ってる顔かなと思ったんですけど、知ってる顔じゃなくてただ単にアジア人のミックスだったからそういうふうに思っただけだって、はいはいはい、でも同じアジア人として中国人のミックスの子が連れ去られたっていうのもすごく心が痛くて、でいつ自分の子がそうなるかわからない、やっぱりもう知り合いの弟が亡くなってたりとか、日本人じゃないんですけど、あと近い方で亡くなってる方も増えてきてるので、もう今回一般市民を無差別に狙ってるので、そこがやっぱりあまりにも人道から外れてるっていうところがあるのと、イスラエルもなるべくガザの市民は傷つけたくないっていうところはありますけど、奪還しなければいけないっていうところがあって、おそらく今多分人質はトンネルの方に入れられてるんじゃないかっていうことが言われてて、っていうのが、はい、地下にトンネルをハマスはすごい掘ってるんですけど、はい、それも、見つけたらすぐ爆破するっていうのがよくあることなんですけど、はいはい、なんかなんでそんなに今トンネルがあるんだろうっていうので、今回その首相の政権がなんかうまくいってなかったんじゃないか、トンネルをなくすっていうそのキャンペーンっていうか動きもしてる結構前に、はいはいはい、もうトンネルそんなに残ってるんだっていうのがあって、っていうのがイスラエルのその
爆弾を落としたりとかする前に、あ、なんていうのかな、赤外線アンチスコープみたいので中を見たりすることができるんですね、はい、結構で。それで見ても多分いない、見つからないって言ったらもうトンネルしかない。なるほどなるほど。で、はい、130人捕虜がいるんですけど、100人がハマスが100人と、うん、あの捕虜を連れ去った声明出してて、あとそれより過激なあのジハードっていうテロリスト団体が30人って言ってるんですけど、確実に200人以上はもう連れ去られてるっていう感じですね、うん、まだちょっと長期化しそうな感じがしますね。なんかじゃあちょっと、そうですね、私最初は1週間ぐらいで終わるんじゃないかなと思ったんですけど、多分終わらないですね。で、終わった後にその今言ったあの人質を奪還するので、そこがすごく長期化すると思います。だから少なくとも私みたいなあの知識のない一般市民でも2週間はかかるんじゃないかなとは思ってます。うーん、なるほどなるほど、はい、じゃあもうあれですね、まだじゃあその国民生活っていうか一般的な生活っていうのはなかなかこうどうですか、なんかそのスーパーから物がなくなるとかそんな感じのこととか起こってたりするんですか？スーパーは品薄になりだしてますね。ああそうなんですね。ライフラインであるそのスーパーとか、はい、ガソリンスタンドとかは普通にやってるみたいなんですけど、私もちょっとやっぱり全然外に出てないんですが、そうですね、うちの近くも歩いてる人はほぼいないですね、はい、ああそうなんですね、歩いてる人いないんですね。いないですね。ちょっとあのジョギングしたりとかちょっと犬の散歩みたいのはいますけど、で私もでもちょっとあの人が集まる方に行ってないので、でも人が集まる方もいないですね。今人が集まってると、あの15人以上の集会が禁止もされてるので、そのボランティアとかで、ですね、そうですね。コロナが終わって、せっかくこう解放されたのにまたね、あのそういった外出制限みたいなのも出たりとかして大変ですね。外出制限、そうですね、外出制限までは言ってないんですけど、逆にあのイスラエル人ってあの普通の何かこういった戦争とかテロがあって普通の生活を止めてしまうことがテロに屈することだって思ってる人も多いんですね。なので、あ、なるほど、普通に会社に行ったりとかしてる人もいますし、うちの主人とかは普通に家から仕事してますね。家から仕事してる人が多いのかな、結構。あとやっぱりどうしてもその場所に行ったりもしてますし。なるほど。いやでも早く終わってほしいですねそうですね、さっきも言ったんですけど、本当はご機嫌な国なんですよね。本当はご機嫌な国で、私1年に1回ぐらいだいたい友達が来るんですけど、来る前はすごい怖がって、うん、何の保険に入ってったらいいんだかとか聞いてくるんですが、日本人はそういう人多いですよね。僕もなんかイスラエル行くって言ったらなんか大丈夫なのとかって言われたりとかしたんですけど全然大丈夫だったっていう。そう、あの海沿いがなんかあの、いやマイアミビーチまで言うとちょっと言い過ぎだけど、マイアミとブラジルの間みたいな感じのビーチでいい感じなんですけどね、イスラエル、テラビブのですよね。まあ僕レバノンにも行ったんですけど、レバノンも多分似てると思うんですけど、すごく。あ、そうなんですか。はい、地中海、まあ、めちゃくちゃ、はい、いい地中海沿いですよね。そうなんですけど、あの本当にこんなことになってしまってあれなんですけど、やっぱり対岸の火事ではなく、その中に日本人で戦ってる子がいるっていうので少しでも興味を持ってもらって、あとやっぱりそのパレスチナ情勢っていうのが、ガザとパレスチナが別物だっていうのもちゃんと理解していただいて、本当にかわいそうなのはガザの人たちなんですけど、フリーパレスチナじゃなくて、フリーハマス、そこに住んでる人たち、それが一番できる人たち、住んでる人たちに対してできる支援だと思うので、フリーパレスチナっていうのは間違いじゃないんですけど、その中にテロリストっていうのはちゃんと考えてほしい、ちゃんと分かってほしい、はいはい、ただかわいそうなだけじゃなくて、誰が本当にかわいそうなのか、どうかわいそうなのかっていうのを分かって支援していただきたいっていうのもあります。でイスラエルがなんていうのかな、パレスチナを囲んで悪い国だ、軍事力で抑え込んでるひどい国だ、弱い者いじめなんじゃないかっていうふうに思われてる方もいると思うんですけど、そうではなく、はい、自分の国を守ってる、はい、その複雑な状況で、まあ、100% イスラエルが悪くないって言えないかもしれないんですけど、でもイスラエル人としては自分のたちを守りたいっていう意思で、その軍隊で働いてる方たち、軍隊に行ってる子たち、今前線に行ってる子たちっていうのは国を守りたい、自分の家族を守りたいっていう一心で戦ってるっていうだけなので、はい、防衛だっていうことも理解していただければなと思います。わかりました。
はい、本当今日長い間ありがとうございました。すいません、お時間取っていただきましたありがとうございました。私のはい日本語で、またなんかちょっと進展あったらまた配信とか機会いただければと思います。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。